オピオは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、アルプ・マリティーム圏のコミューン。カンヌの海岸から17キロメートル、グレオリエール・レネージュのスキー場から40キロメートルのところにある。コミューンは、オピオの森と呼ばれる森林に囲まれている。サントルフィーム教会973年、プロヴァンス・ハクギオーム一世は、ロドアールを含む地元領主たちの火星を受けて、 サラ先人ンンを撃退した。勲功として、ギオーム一世は、ロドアールに、世俗及び、宗教療法の権力を備えたアンティーブ博の称号を授けた。このことは、レランス修道院の特許状大長において、述べられている。特許状大長においては、ギオーム一世の娘、アラジャルドが、ロドアールの妻であることに触れている。ギオーム一世は彼に、 アンティーブの主権都市教座の土地の半分を与えた。993年にも、ロドアールがこの地に住んでいたことがわかる。同じ文書の中で、ロドアールの子として、ゴセラン、長い首をしていたためグルエットの異名をつギオ生ム、ピエールシニュリウスと結婚した、オダの名が見つかっている。グルエットが、アドイスを妻にしたためオピオ領主となった。オピオは、その後アンティーブ市教座に併合されている。 1034年、グリュエットは、オピオの報道の一部を、レランス修道院に移動した上で、修道士となって引頭した。1084年、村の名が、オピオとして記された。1110年、アンティーブ司教とレランス修道院は、地元の領主や、教会所有の財産に関する権力闘争を、開始した。オピオ領主は、グリュエットのコピエールであり、徐々に、 アンティーブ司教の利益のために自分の領土が没収されていった。1150年、オピオ領主はオピオの土地に脆弱さを覚え、小高い丘の上に新しい城を築くことに決めた。これがシャトーヌフドピオである。急速にオピオ住民たちは新しい城に移った。プロヴァンス博は次第にプロヴァンス東部に関心を持ち、この地域を管理下に置いて影響力を保つ。 ジェノバ共和国と争うようになった。ジェノバはすでにベンティミーリアを管理下に置いて、1157年にはベンティミーリア博ギー・ゲリアに家臣として、親珠を誓わせていた。1166年、ニース工場戦において、プロバンス博レーモンベランチェ2世が戦死している。1176年に、プロバンス博アルフォンス1世は、ニース市民と条約を結んだが、 その後1213年に、ニース市民は、モナコの岩山の上に城を築いていたジェノバに、接近した。オピオは1178年に攻略された。サンビクトールド・マルセイユ修道院の院長、古くは、1178年に、アンティーブ司教ベルトライン一世となった。1178年4月、兄アルフォンス一世の後継となった、レーモン・ベランジェ三世は、 レーモンド・グラースとの取引に有利な判断を下した。彼はオピオやアンティーブ、ムアンなどの自分の権利を確認したのである。1222年にバンティミーリアの町はジェノバの手に落ちた。レーモン・ベランジ4世はニーズを管理下に置くことにした。プロバンス博領の武行であるカシン・ロメド・ビルヌーヴは、 領主たちがプロヴァンス博に対して反乱を起こしていた東プロヴァンスの城を攻略する責務を課せられた。1229年、シャトーヌフ・ドピオはニース同様に攻略された。1244年頃、アンティーブ司教がオピオ領主となり、1789年のフランス革命まで続いた。14世紀の終わり、 オピオの定住地の住民が減少し、1400年には村の場所は無人であると報告されている。サントルフィーム教会は礼拝堂として維持されていた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、 イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。